1と低迷する阪神は5回、赤星が左中間を破るツーベース。まず1点を挙げます。さらに3番今岡が変化球をうまく引っ張って、これまたタイムリー。久しぶりに打線が集中打を見せ、この回一挙に3点を奪います。投げてはハンセルが好投、バックもピンチにファインプレーで援護し、広島に得点を許しません。ハンセルはチーム初の完封こそ逃しますが、弓永、成本とつないで阪神が広島に快勝しています。打てない阪神は先制されると8割以上の確率で負けています。いかに失点を抑えるか、先発の福原が野村監督の期待に応えました。変化球で丁寧に低めをついて奪った三振は11個、横浜に先制点を許しません。しかし阪神も打てないまま8回、ノーアウト1塁で福原、強い当たりのバントでしたが、ランナーは早いスタートを切っていました。バントエンドランが生きてチャンスはつながり、2アウト2塁で赤星、前進守備のセンターは金城、少ないチャンスを先制点につなげた阪神はさらに1点を加え、ようやくリードを奪います。9回には抑えの成本、我慢の展開をなんとか逃げ切った阪神、ほっとしたという福原の好投が生きて、最下位は1日で脱出です。一方、今シーズン初の3連勝を逃した横浜森監督は、この3連戦で投手陣が形になってきたと手応えはつかんだ様子でしたが、最後にまた最下位かとつぶやきました。